飯森山さんは、大阪吹駒山地北西枝にある山。大東市と四条縄手市にまたがっており、山頂は大東市にある。標高は314.3メートル。河内飯森山と表記する文献もある。山頂一帯には、三好町系の居城であった、飯森山城の跡があり、現在でも、その狂跡が多く残る。楠木正幸と、孔諸直が戦った。 市場縄手の戦いの古戦場でもあったため、山頂には吉野山の方向を向いている、楠木正幸の銅像が建っている。付近一帯は、ハイキングコースとして整備されており、野崎観音の野崎城跡飯森山城跡、山頂市場縄手神社のコースがよく利用されるほか、複数のコースがある。在阪 FM ラジオ送信所山頂やや南の、両線に、 在阪 FM 放送局の送信書があり、大阪府の広範囲に電波を発射している。当初、NHK 大阪 FM は、生駒山 FM 大阪は、大阪市北区の新朝日ビル屋上にそれぞれ送信書を設置していたが、近畿各府県の NHK 放送局が、府県域放送に移行するにあたり、NHK 大阪 FM のスピルオーバーが問題視された。そこで、 FM 大阪と共同で当地に新送信書を設置、移転することになった。なお、1995年に開局した FM 心、および2016年3月19日より FM 保管放送を開始した朝日放送、毎日放送、ラジオ大阪の各局は開局当初より、生駒山に送信書を設置している。ありがとうございます。